日本は本当に女性に対してね、本当に女性がどんどん活躍する社会になってほしいと僕は思います。でも本当にあの森喜朗っていうなんか議員が、女は話が長いっつって弾圧されたじゃないですか。オリンピックの大会長クビになったでしょ。森喜朗っていうおじさんの議員が、女は話が長いっつって大炎上しましたよ。その瞬間に俺は思いましたよ、こいつバカだなと。バカな男だと。こんなジジイがはびこってるからダメなんだと。でもう一個は、ああ そんなダメなんだと思って。森喜朗の話って 3,4 年前の話で、結構古いんだけど、オリンピックの時だから。何人かでその話喋ってたわけ、どう思う、あの話って。そしたら男はね、あったよな、女は違う、その中の一人の女が急に顔色変わって、ありえませんよ、女は話が長い、はぁ、女によるだろ、だから嫌なのよおじさんは。あの時怖くて言えなかったけど、俺は心の中じゃおじさんにもよるだろうと思ったから。でも言えなかった、言えなかった。女の人が感情的になってる時に正論を言うのは、刃物がついた扇風機に指を入れるのと同じだから、絶対に何も言わない方がいい。そうだね、そうだねって時はいい。扇風機の電源が切れるまで、そうだねそうだねって解けばいい。女の怒りが止まらなかった、ありえませんよ、私さこの前さこんな上司がいてこうでこうなんですよ、ありえませんよね、めっちゃ怒ってた。じゃあ違う女性が、わかるー、マジでわかる、マジでわかる、わかる、マジでわかる、私のさ会社の上司もそうなの、私の会社の上司もさ、私がこう言ったらさ、彼はさ、お前さ女のくせに何言ってんだよっていうの、ありえなくない、これ男女差別だよね、ありえない、そんなおっさんがいるから私たち女はいつまでたってもさ、こうさ男を支配できる側にいかないわけさ。男というおっさんたちのこの支配する時間がずっと長かったせいで、私たち女はさなかなか社会で活躍できないわけ、ありえないよねって。また違う女性が、そう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 、わかる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 、私もさ過去にこんな男がいてね、こんなところでこんなひどいんだよ、ありえないセクハラだよね、ありえない、私こうやってやったんだから、その男がさ、何も何も女の選挙ありえないよね、私だってさ女の前に人間だよ、それ女をバカにしてるっていう話なのって。また違う女性が、そう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 、わかるわかるわかる、私もさ過去にこんな男がいてね、このところでこうでこうなんだよ、やばいね、あれセクハラだよね、また違う女性が、それマジでわかる、私もさ過去にこんな男がいてね、こうでこうでこうでやばいよね、そうそう、違う女性が、そう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 、わかる、わかったことは一つだけですよ、女性が言う、そうそうそう、わかるわかるわかるは次私が喋りますよ、合図合図準備運動、そうそうそう、わかるわかるわかる、次私喋りますよ、そうそうそう、わかるわかる、そうそうそう、わかるわかるわかる、次私の番ですよ、そうわかるよ、今何喋るか考えてますよ、そうそうそう、わかるわかるわかる。